仕上がりましたね。それでは、フロントエンドの恐竜から見る需要と進化、これまでとこれからのフロントエンドの話という形で、やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。では、まず初めに、本セッションがどのようなものかといったところをご紹介させていただきます。このセッションは、私と古川さんの2人でのトークセッションと、なるのですけれども、今回のコンセプトはですね、ズバリタイトル通り、これまでとこれからのフロントエンドについて、まあ、ざっくりと話していければと、思っております。いわゆるモダンフロントエンドという概念が当たり前になって、まあ、長い時間が経ってですね、我々の技術スタックっていうのも一定の落ち着きを見せてきたかなと思っております。その中において、もちろんそれぞれの技術について語るのは、また、そういったそれぞれの面白みがあるかなと思ってるんですけど、それ以上にですね、なぜ今この技術が我々が使っていて当たり前のように愛されているのかっていうところの裏に見える課題であったり需要といったものも、かなり重要なんじゃないかなと考えております。特にですね、最近のフロントエンドは、進化が落ち着きを見せているということからも、まあ、今後大きな変革が訪れるということが予想される中で、そういった過去の、技術についての、面白みであったり、まあ、技術的な魅力っていうところ以上にですね、まあ、今どういった課題があって、どういった課題を解消した先に今の技術があったのかっていうのを知っておくことが、まあ、次の時代に備えるにあたって重要なのかなと思っていて、そのあたりについて語れればと思っております。なので今回はフロントエンド専門の方はもちろん、フロントエンドを触ることもあるフルスタックな方々にも、お楽しみいただけるセッションになっているかなと思いますので、どうぞ最後まで、お聞きくださればと思います。では、出演者紹介の方に移りたいと思います。まず私の方から自己紹介させていただきますと、私、花谷拓磨と申します。これらの、これまでのイベントでは全部、ポテト 4D という名前で、登壇させていただいております。主務はですね、ライン株式会社のエンジニアリングマネージャーの方をさせていただきまして、副業というふうな形で、合同会社リブンバックというソフトウェア開発の、企業の方を、の代表を務めさせていただいております。今回、冒頭で赤川さんの方に紹介いただいた通り、これまでフォークウェルのですね、フロントエンド関連のイベント、フロントエンドスタディ、並びにフロントエンドラウンジの、共同運営、並びにモデレーターをさせていただいたことから、今回、このセッションの方を担当させていただくことになりました。本日はよろしくお願いいたします。では、古川さんの方もお願いいたします。古川陽介と申します。一応、一番最初の肩書きとしては、一般社団法人のジャパンノード JS アソシエーションというのの代表理事をやっております。で、まあ、代表理事の肩書きをやってるからということでもないんですけど、JavaScript カンファレンスの、オーガナイザーも、やっております。で、まあ、あと一応、仕事もやっておりまして、普通の、本職もやっておりまして、そっちはリクルートのエンジニアリングマネージャーやったりとかですね。まあ、ニジボックスっていうのもリクルートの子会社ではあるんですけど、そこのデベロップメント室の室長、まあ、CTO みたいなポジションをやっております。はい。本日はどうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい。では、いよいよ本題に入っていきたいかなと思うんですけど、本日、がありまして、まず1つ目がこちらですね。今のフロントエンドを作る技術とその需要といったところについて話していければなと思うんですけど、まずですね、我々今のいわゆるモダンフロントエンドっていつまでこの言葉作ってるんだっていう話もあるかなと思うんですけど、いわゆるモダンフロントエンドのスタックって言われると、こうリアクトと、まあ、いわゆるモダンエクマスクリプトとか ES2015 以降のエクマスクリプト、そしてタイプスクリプトみたいなものがこう代表的に挙げられるかなと思うんですけど、なんかこれらの時代と、いわゆる JQuery であったりだとか、まあ、少しずつ Node.js が侵食してきたかなっていうぐらいの時代とでいうと、大きなこうパラダイムシフトがあったかなと思っていて、それらがゲームチェンジャーになっているかなっていうふうな印象は、まあ、ざっくりと共通認識としてあるかなと思うんですけど、まずこのいわゆるモダンフロントエンドってどういった需要からこう生まれたものだと思います？ゆかさんは。そうですね。まあ、もう僕はそのいわゆるモダンじゃないフロントエンドっていうのが多分、それこそちょっと前にやられてた JQuery での開発だったりとかっていうのを指すのかなとは思うんですけど、そういう時代から見てきた側からすると、まあ、まず、大きくは、Node.js とかを中心にツール類が発達して、で、前、その前も、まあ、別にその、Node.js でやってなかっただけで、プリプロセッサーみたいなのがいて、そのプリプロセッサーで、JavaScript を、例えば、よくやったらコンカテネーションと、まあ、ガッチャンコするみたいな、その処理とかをやったりしてたんですけど、まあ、それがなんか、Node.js の、フロントエンドツールを中心に、例えば Webpack とかですね、まあ、あとは ECMAScript の2015とかに
で書いて変換する、いわゆるトランスパイララベルとかそういうふうに言われてた。その出た当時は625とか言われてたんですけど、まあ、その言われてたような、ツール類が発達してきて、で、まあ、アプリケーションに、JavaScript をデプロイするときに、その必ずプリプロセッサーである事前処理をかましてからやるっていうのが増えてきて、で、今現在、そのモダンなフロントエンドっていうのは、大体がそのトランスパイラービルド、あとは、まあそうですね、まあ圧縮とかそういうのも含めてですかね、まあいろんな、オプティマイゼーションの領域まで全部含めて、まるっと、こう、ツール類がサポートしてリリースされるということになってきて、で、まあ割とそうしてくると、まあ、JavaScript 本体のデプロイされる JavaScript と、そもそもこう、記述する開発者が書く JavaScript 自体は、まあ、乖離していくというのが、まあ今の状態になっていて、まあそれをすべて、そのあたりのムーブメントすべてを指して、モダンフロントエンドと言ってるのかなというふうに思いますね。で、そういうふうになってきた、変わってきたっていうところの、まあ背景としては、やっぱり作るもの自体が、まあ、だいぶこう、フロントエンドが中心になることが増えてきたっていうふうに思ってますね。一つはまあ、スマホの進化とかもあるとは思うんですけど、まあ昔まで PC とかを中心にしてたんだけど、今はスマートフォンで何か書くってことのが普通だったりもするし、それをハイブリッドに配信するみたいなこともよくあると思うんですけど、まあそうするとやっぱりどうしてもフロントエンド技術で何かを作るっていう時に少し、こちら側がやんなきゃいけないことが多いんですよね。UI 側でやんなきゃいけないことが多い。特にスマートフォンとかだと入力できる、こう、インプットされるものが、まあ、キーボードとかもありますけど、利用しにくかったりとか、まあ、するんで、基本的には、スワイプするとか、引っ張って移動するプルトゥーリフレッシュとか、ああいう、なんでしょうね、ジェスチャーめいたもので、なんとかこう、実装しなきゃいけないってなってくると、やっぱりどうしてもこっち側の UI の進化が伴って、進化を伴わなきゃいけなくなってきて、書くものが増えてきた。で、結果として、やることが増えてきたので、タイプスクリプトなりにしては JavaScript とかで、実装していくというふうになってきたのが、まあ今の現在かなという印象ですかね。なんでそういうその作るものが複雑になってきたし、デバイスも複雑になってきたし、それに伴ってインターフェースの作り方も変わってきたっていうところもあってっていう流れかなと思ってますね。はい。あれですね、こうシンプルにやることが増えたっていうところが原因であって、まあ、それをこれまでも、やっている開発者自体はゼロではないっていうところがあったかなと思うんですけど、まあ、そちらがマストになってきたというか、フロントエンドで複雑な処理をするっていうのがこう当たり前になってきて、まあ、それに伴う進化が発生したっていうのが正直なところかなっていうところですそうかですね。ね。そうですね。いや、まさにそうだと思います。はい。このあたりは結構皆さんもこう聞いてくださって皆さんも納得いくところかなと思うんですけど、なんか一方でそこからこう、なんか急に尖り始めたみたいなのもフロントエンドとしてあ終わりるのか始めなた。と思っていて、なんかあこう、何でしょう、一時期フロントエンドの進化早すぎるみたいなのっては。こう言われてる時代とかもあったと思うんですけど、あります。なんかこう、ああいう感じでどんどんこう、なんでしょう、部分最適って言ったらなんですけど、こう先鋭化していったみたいなのは、なんかどういうところにあると思いますか？そうですね。なんか、JavaScript 進化早すぎる、JS ファティギュー、フェイティギューっていう、なんか JavaScript の疲弊みたいな言葉で、でそうですね。2015年、16年ぐらいでめちゃくちゃ言われてたとは思うんですけど、やっぱそこってなんでそんな風に言われてたかっていうと、やっぱその時本当に過渡期だったんですよね。それで言うと。だから作るものも複雑になってきたっていう話しましたけど、それに伴ってどう作るかも、こう、なんだろう、ウゴのタケノコのように新しいもの出てきては消え、出てきては消えってなってたっていう状態を指して、おそらく、いや、もう疲れたよと。皆さん疲れたっていうふうになって。多分、おそらくポテト 4D さんはまだ多分学生とかだったのかもしれないかなと思うんですけど、なんか、例えばコーヒースクリプトとかでなんか書きましょうねって言ってるのが、半年前、1年前はそれで書けとか言ってたのに、なんか、ちょっと時間が経ったらそれはもう古いからやめろみたいなふうに言われたりとか、なんか、バックボーン JS っていうので、じゃあキャッチアップしようと思ってたら、気がついたらアンギュラーが出てきたりとか、アンギュラー出てきたなと思ったらリアクト出てきたり、ビュー JS 出てきたりとかして、みたいな、そういうその、ライブラリーフレームワークっていうものも、その今まで以上のスピードで、コロ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 変わってってたっていうのが、まあ、一つあって、まあ、これはもう本当に一言で言ってしまえば、過渡期だったからという言葉で 集約されちゃうんですけど、まあ、なんでしょうね、作るものもやっぱり若干違って、てたのかなとは思いますけどね。まあ、それで言うと、まあ、そもそも、例えばバックボーンで言うと、jQuery とのインテグレーションがやっぱりかなり図られてて、jQuery を、うまく採用しながら、
それでももうちょっと構造化したアプリケーションを作るにはどうしたらいいかって考えた末の帰結があの形だったっていうところでしょうし、でも作るものも多いよねってなってきて、いや、もうちょっとアプリケーション側で書いた、そのいわゆる見た目の部分と、裏側に送る、その、裏側で格納されておくそのコンテナだったりとか、まあそのデータのモデリングですね、データの構造みたいなのを確保するときに、それがこう双方向でバインディングされて、こっち変わったらこっち変わってほしいよねっていう、UI が変わったら、その中のデータの中身も変わってほしいよねみたいなのをやるのがアンギュラだったんですけど、そういうふうにこう、パラダイムがちょっとずつ変わっていったりとか、なんかこう、いろんなものが出てきて、その UI のベストプラクティスみたいなのがこう、その1年、2年、3年ぐらいの間にバラ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 って変わってきちゃったのが一番辛かったんじゃないかなとか思いますね。ああ、なるほど、なるほど。そなんかこ個が。人的にはそれより先のなんかリアクト時代ね、なんか私結構まだ、それこそ古川さんのおっしゃった通り、結構 JQuery 時代ってまだアルバイトでコード書いてるぐらいの時代だったんですけど、結構いわそれゆるもそうこうでモすダね。ンフロントエンドに、やっぱり私が携わっていたところとかもどんどん変わっていったりする中で、こうなんでしょうね、リアクト、まあ結構リアクトがやっぱり途中からは一番そうメでジす。ャーな技術というか、こうなんかもうリアクトの現場か G の現場みたいなのがあって、間のバリエーションで他の技術があるみたいな感じに落ち着いていったかなと思うんですけど、ただそのリアクト側がどんどんこう、何でしょう、制限化していったというか、こう、やりたいことを、なんかできるだけこうフルフルのスタックを目指し出して、一番最強なものを目指していったみたいなのが結構あったかなと思うんですけど、なんかこっち側って、なんかなんでそういうふうに進化していったんだと思ったり、だと思います。おそらく、こう、ここのところにも、なんか前にも、ポテト 4D さんと事前に話したときに話したかもしれないですけど、いわゆる、宣言的な UI みたいなところが、一番リアクトの中ではキャッチだったと思うんですよね。っていうのは、じゃあ、まあ、それこそリアクトドキュメンタリーっていう、最近出てきたビデオにも、一応いろいろ書いては、内容は書かれてはいたんですけど、じゃあ、何が一番フロントエンドで、一番大変なんだっけっていうと、やっぱりこう、表示するところと、まあ、それを表示した後で更新するときっていうのが、それぞれ、フェーズとしては2つのフェーズに分かれているんだけど、まあ、表示する側は、サーバーサイドでやってもいいし、まあ、リアクトっていうか、クライアントサイドでやってもいいんだけど、いずれにせよ、最初にそのページができるときと、その後そのページが何かしらのアップデートを受けて更新されたとき、表示と更新、この二つが、一緒の書き味で書けたいよねっていうのが、まあ、もともとあったと思うんですよね。同じ書き味にしたい。つまり、JSX とかだと、表示するときも同じ書き味だし、更新するときも JSX の内容そのまま更新してしまえば、それが表示されるままになるから、まあ、最新の状態がアップデートされてそれが出てくるからっていうので、この表示と更新っていうのを、二つのフェーズはあるんだけど、それは今までは分かれていったっていうか、その作るところ、最初に初期表示を作るところと、そこから何かしらのアップデートを受けて更新するところは、それぞれ分かれて開発をしていたんですけど、そうではなくて一つの宣言的な UI の下でやってしまえば、ある程度簡単に済むんじゃないのっていうか、この発想がまあもともと多分リアクトのチームの中にあって、で、実際それやってみましたと。で、ただそれだけだと、やっぱその更新するために毎回毎回同じ HTML 構築するとかってやったら、全然効率的にならないから、そこは仮想ドムとかそういう、思想を取り入れて、少しずつこう更新を効率化できるような仕組みを作って、一通りのこのパラダイムを変えるっていうのをやってみましたっていうのが最初のタイミングなのかなと思っていて、そしたら、リアクトドキュメンタリーにも書いてあるんですけど、最初は懐疑的に、ね、そんなうまくいくこないって思ったけど、実際やってみたらものすごくうまくいくようになったと。で、リアクト自身は、まあ、Facebook の中では、まあ、これはこれから使っていこうっていうふうに決まっていたんだけど、まあその中でもまだ懐疑的な人はいて、まあ僕もなんリアかあクれですト最ね、リアクト、あ、すみません、リアクトの中の歴史っていうよりも、結構私が気になってたのが、リダックスとかがすごいトゥーマッチなのにめっちゃ流行ったみたいなところが結構気になっていてですね、なんか私、そもそも Vue.js 書いてる期間が長いみたいなのもあって、結構文革当時というか、そのコンポネントでのライフサイクルに乗っかることによって、本来であれば、こう無駄にインメモリーキャッシュとかしなくてもいい領域みたいなのを、あえてこう、なんでしょう、極端な話で言うと、フォームの内容を全部フラックスに載せる時代みたいなのもあったじゃないですありか。ましたね。なんか、そこを得て、結局今って、そこから
特に HOC の時代ぐらいまで、ああいった書き方って結構愛されていたかなと思うんですけど、まあ、そうプッシュです時ね。代になって、一気に分割統治であったりっていう風な方に、こう、潮流が傾いたかなと思っていて、なんかあの時代の、なんかやたら全部、こう、全部のアプリケーションに対して大規模アプリケーション相当のアーキテクチャも載せたがる、こう、流れみたいなのって、どういうところから来てるのかなみたいなのが、結構今日気になっていたところで話せればなと思ってたんですけど、なんかその、つまり、どうぞ、ああれっれって。てどっから来たんですかね。なんか私結構それこそ今話したように Vue.js の界隈とかにいたのが仲いいのもあって、こう、トゥーマッチなものは作らないみたいなのが結構こう、概念の前提としてあったかなと思うんですけど、かなりこう、リアクトコミュニティの方だと、こう、長らく、やっぱりこう、大規模に耐えうる最強のアーキテクチャみたいなのをこう、みんな求めていた時期が長かったかなと思っていリダッて、あれってどっから来たものだったんですかね。クス。もともとのフラックスのアーキテクチャの思想は、どちらかというと、そのさっきの初期表示と更新みたいな話の流れの中で言うと、そのデータのステートをどこに持つか問題なんですよね。そのだから、コンポーネントにもステートは持っていて、その要は必ずしも変更があるよっていう時に、変更を個々のコンポーネントが状態を持っていると、まあ、それって、その言ってしまえば、こう、上から見てると、中央、そのアプリケーション全体から見ると、このコンポーネント一個一個がどういう状態なのかっていうのは見れないわけですよね。その集約して管理できないから、まあ、それをむしろ集約して管理することで、ここだけ見とけば何が起きるのかっていうのが分かるようにしておきませんかっていうのが、まあ、フラックスのもともとの発想だったのかなとは思います。まあ、中央あ、あ集れです権っね。て。Facebook フラックスの時のリードミーに書いてあるような概念ですよそうでね。すね。で、それをもうちょっと、やりやすい形にというか、リダックスっていうのが、もうちょっとアクションとストアと何かとって、まあ、概念をもう少しクリアに分けた上で、再定義して、まあ、フレームワークとして出したっていうのがリダックスだったのかなとは思ってて、ただ確かにその Vue.js だったり Angular とかからすると、なんでそのリアクトやりたいだけというか、なんかその、一個ちょっと試しただけなのに、あれもこれも入れろって言われるんだよ、みたいなね、気持ちはなんすか、あごれくよもく。これも入れろっていう理由は、リダックスみたいな考え方って、結局、なんでしょう。めっちゃ綺麗にお膳立てしたグローバル変数と関数みたいな感じの作り方になってると思っこういうてい思想て、影も響範囲がでか確かに。すぎるものに対して、こう、常にトゥーマッチな技術選定をしていたかな、みたいなのがあって、なんか、あれってあれなりの合理性があったのかな、みたいなのを個人的に気になってるんですよね、振り返ってて。でもそれで言うと、今おっしゃっていたグローバル変数というか、グローバルに何かしらの状態を持って集約しましょうっていうのは、実はあの時代より前からも結構あったりとかはするんですよね。例えばその Node.js のレイヤーで言うと、エクスプレスとかリクエストレスポンスっていうそのオブジェクトに何か生やしたりとか。まあ、一応言ってしまえば、まあ、グローバル変数とは言わないですけど、リクエストオブジェクトをこう渡り歩くタイミングで、その、わかりました。なんか生やすみたいなことをやってたりとか、それより前だと、例えば、Ruby on Rails とかもコンテキストと呼ばれている、まあ、ある種グローバル変数みたいなところに何かしら値状態を仮想的に持たしてみたいなのは、よくやってるはよくやってて、で、まあ、その流れもあるのかなと思うんですけどね、そのグローバルに何か持たれてるときに、まあ、グローバル変数は悪ですよっていうのはそうなんですけど、まあ、一方で、そのグローバル変数が悪なのは、どこからでも更新できて、どこからでも変更できるからなんじゃないのっていうのがあるので、使うところと変更するところを一箇所だけに限定してしまえば、ある種、別にこうそこの設計が破綻することはないんじゃないかというのが多分発想の元だと思います。フラックスアーキテクチャにすれば。ただそれがトゥーマッチでしょって言われたら、まあ、その当時はそうだったのかもしれないなそうと。ですね。なんまあ、か今結は構、そうなんでもかない。結果的にかなりこうディスパッチをコールするコンポーネントも多くなってしまって、結果的にこう入り組んでというか、やりたい放題になってしまったみたいなのが結果的になったのかなと思っていて、ただそれまあ、をそなんかう我々ではこういいと信じ込んでいたみたいなのがあったよなと、あの時代。す。なんか、いいただとそれは信なんじかあれですかね、こう過去の経験的には正しいんだが、フロントエンドに当てはめてみると、意外とそういう感じでもなかったケースがあったみたいな考えな方どなんですかね。っちが先なのかは分かんないですけど、とりあえずちょっと前まではそれが良しとされてましたと。で、特にそのステートレスなコンポーネントが良しとされていて、なんかプロパティを渡せばそのプロパティに従って表示されるっていう、いわゆるこう関数と同じですよね。
奇わかりました。数こう純粋関数として表示するコンポーネントみたいなっ話ていうのですがね。美徳ですっていう状態でしたし、まあ、今でもその発想はちょっとずつあるとは思うんですけど、まあ、でもそうしてしまうと問題もあってだなっていうところが、まあ、今回のなんか話になってくるのかなと思うんですけど、その集約してしまった結果、まあ、一箇所に渋滞が集中されて、デバッグがしやすいねとか、メンテナンスしやすいねみたいなことは、まあ、それは今でもこれからも変わんないとは思うんですけど、じゃあ一方で、コンポーネント個々に結構割と、例えば最近のリアクトだとサスペンスとか、まあ、あとコンカレントモードとかで、まあ途中途中の状態があるわけですよね。まだあ、そうローですディンね。グ中ですよとか、まあなんかこう、やってる最中ですよっていう時を表現するためのものっていうのも出てきたりとかしている中で言うと、その中に状態を持たせる方がだんだん自然にはってくるんですよね。で、その中で、自律的に、コンポーネントが自律的にやれる方法を考えていきましょうよっていうのが、まあ、フックス以降のリアクトの発想なんだろうなとは思ってますね。で、なんで、何かが、リダックスの何かのこう根本的な思想がダメだったから、そっちに移ってたっていうよりかは、リアクトが、どちらかというと、コンポーネントをこっちに閉じ込めてくれて、その上で、ローディング中とかなんとかっていう、その細かい状態に合わせて、表示をするパターンを分けるっていう、やり方の方に、ちょっとずつこう流れていったっていう感じですね。今回の授業の講義以降。で、それによって、まあ、それを支えるための技術としてのフックスとかも出てきて、あ、じゃあこうやってやればいいんだねっていうのを、改めてリアクト側がこう、また新しいバージョンから少しずつこう、変えてきて、なんでリアクトの書き方も、フックス登場以前と以後でやっぱガラッと様変わりするんですけど、そこにやっぱりこう、何が様変わりしたのかっていうと、その途中の状態どう扱うかみたいなことをやり始めたから、それによってそのコンポーネントの中の自律的に動きましょうっていうのが決まってきたのかなと、個人的には思ってますね。まあ、それより前の状態だったら多分リラックスみたいなのがまだあっても、そんなに変じゃなかったと思ってるという思いますけどね。なるほど。はい。じゃあ一まあ、個あれですね、リアクト側の方針変更みたいなのがありきで、まあ、その辺は変わっていったかなっていうふうなとこそうろでですすかね。ね。多分リアクト側がじゃあなぜそれを方針変更したのかっていうところに関して言うと、まあ、ここから先がまた少し難しいところですよね。なんだそうろうですな。ね。じゃあなんか結構そこまでいくとリアクトの事情の話になっちゃうんで、また話から出るかなってそうです感じね。は。確かに、フロントエンドの話には多分取るとっていうところですけど。そうですね。まあではい。も結構、個人的には API レイヤーが最近だと SWR だったり、リアクトクエリーだったりみたいなところで、こう集約するっていうよりも、こう、本来の意図であった、結構なんでしょう、こう、綺麗に設計してるふうに見せかけて、実態はフラックスアーキテクチャの中で保存、ストア層に保存しているのはただの、API キャッシュだったみたいな問題みたいなのは、こう、問題として切り分けはいられはい。て、今は API レイヤーに移っていたりとかするのかなと思っていて、なんか結果的には、なんか全部、こう、合理的な場合もあるが、トゥーマッチな場合が多くて、各技術に集約され、修復していったのかなみたいな印象は受けてたんですよね。すごくそれは同意です。つまり、一口に状態って言ったとしても、すべての何にもかもの状態を扱っていくっていうのは、やっぱりトゥーマッチでしょっていうのは、アジェストとしてもちろんあったと思います。リダックスが持っている状態に全部集約するのだって言った結果、全部を集約しようとしてしまったのは間違いだったと思いますね、そこに関しては。で、今の API レイヤーのキャッシュとかは、API レイヤーのキャッシュなんだったら API のライブラリーがそのキャッシュ持って、その自分たちのライブラリーの発想でキャッシュの情報を更新していく方がやりやすいじゃんって言ったら、もちろんそうだと思いますし、UI の状態、一方で UI の例えばそのフォームが5画面ぐらいあって、その5画面で行き渡ってフォームを何かしらこう持っとかなきゃいけないみたいなケースに関しては、まあ今でも一旦ステート管理ライブラリーがあった方がやりやすいだろうなとは思うんセーですトよ管理ね。だからライブラリだったり、最近はコンテキストで済ませるみたいなも多くなってきてましたけど、なんかいまだにそこは、それがこう合理性があるって感じがしますよね。そうですね。だから適材適所ができるようになってきたとか、そこはさすがにやりすぎでしょみたいなのには揺れ戻しがあった感じがありますね、そこに関しては。それはおっしゃる通りだと思いますね。なんかあれですね、こうモダンに転換するようになって、まず一つのソリューションが発明されて、そのソリューションでまずはこう、やって流行ってみたいなね。ソリューションがこう掌握したが、そこから少しずつ戻ってきたみたいなのが結構流 れいとや、しておっはしゃるあ通りりでそうすなね。感じですよね。そうですね。だから、まあ、大体が、まあ、どんなものもそうなのかもしれないんですけど、一回こう、そのライブラリが出てきて、そのライブラリをたくさん使ってきてってやったときに、なんか、やりすぎるとこまで行くと、一回こう、ちょっとやりすぎじゃないって言ったとこ、揺れ戻しがやっぱり来るとは思うんああ、でそうす。ですね。それがリダックスに関して言うと、API のキャッシュとかも全部やってたりとか、あとは、
皆さんは使ってなかったかもしれないですけど、なんか、リダックスフォームとかもあったんですよね。フォームのなんか細かい値とかにみたいな。そういうのはやりすぎでしょってなってきて、で、まあ、適材適所でいろいろなところにちゃんと分割して持てるようにしましょうよ。で、コンポーネントの中で持ったやつはコンポーネントの中で持った方がいいしっていう。で、API のキャッシュは API キャッシュで持った方がいいし。まあ、それとは別にその、コンポーネントをまたぐようなステートは、まあ、そこだけ UI ステートのか、ステート管理ライブラリで管理しましょうみたいな流れにはなってます、今は。っていうふうな、なんかこう使い分けが重要になってきた感じはありますよいね。や、おっしゃる通りですね。そこはその通り。はい。ちょっと次以降のセクションも行きたいんで、あんまり深く話せないんですけど、なんかあめっれでちゃすよね、喋る。SSR が入った後にこう SSG とか、今だとかなり静的サイトジェネーターも勢力増やしてるかなと思うんですけど、なんかこの辺もそれを感じますよね。なんか SPA として SEO であったりだとか、そのパフォーマンスの課題を解消するときに、まず SSR っていうソリューションが出て、みんな使ってたけど、なんか別に SSG でいいよねみたいな話が出てきて、こう、しかるべきところに収束したってのもあって、最近のフロントエンドの流れ、最近に至るまでのフロントエンドの流れとして、それがあるのかなっていうのは、なんとなく印象が起きてるんですよね。そうですね。なんか、やっぱり、フロントエンドの、そのコンポーネントじゃあレンダリングしましょうっていう時に、そのレンダリングの多様性が必要になってしまっていて、まあ、ちょっと前まではだから、クライアントサイドだけでレンダリングするんじゃって言ってたのことの方が、まあ、なんとなくモダンって言われてるような時代の時にはあって、でもそうするとやっぱり初期表示遅くなっちゃうじゃんっていうところに、立ち替えた時に SSR が出てきてっていうので、まあ、サーバーサイドでレンダリングして、最初から HTML 作っときましょうよってやると。で、ただそれって、よくよく考えると、HTML を生成するって相当重たい処理なんだけど、その重たい処理を Node.js でやるのかっていう話になり、だったら事前に作れませんかで SSG とか、だったら一回キャッシュしときませんかで ISR とか、そういうまあちょっとずつバリエーションが出てきたというところですよね。で、まあそうですね、これもさっきのなんか出てきた、その戦略が結構いろいろあるから、そこによって、これもそのリアクトがどうしてそのコンカレントモードとかいろいろ適用し、適用した、適、適用しようとしてるのかとか、サーバーコンポーネンツが出てきてるのかとかっていうところで言うと、やっぱこういうその需要がたくさんあるってことになって、クライアントサイドだけでレンダリングするだけが、ちょっと前までのリアクトだったんですけど、そうではなくなってきてるぞっていうのが、まあやっぱりポイントなんだろうなと思います。それに伴っての進化が出てきてるっていう。まあそこはちょっとさっき言いかけて言えなかったところで言ったんですけど、ごめんなさい。なるほど、なるほど。すはい、その上で SSR、SSG、ISR とかが出てきましたねっていうのはその通りですね。Next.js みません。なんとかがかシこう、あれですよね、01だった、0かフルみたいなところから、こうグラデーションが生まれたみたいなのが結構、どの領域においても言えるのかなって感じはしますね。そうですね。結構話し尽くしちゃって、次行こうかなと思いいまや、す。どうぞどうぞ。次なんですけど、いつまで今続くのかみたいな話を今日したいなと思ってて、なんか正直、こうなんでしょう。開発者の皆さんも、でこれまでのフロントエンドスタディラウンジを聞いてくださってる方は何度か話してるかなと思うんですけど、結構フロントエンドって最近、こう、ファチってきているというか、線形な進化はあっても破壊的な進化がないから、こう、だんだんこう、頭打ち感というか、っていう、ところが出てきてるよねっていうふうな話って何度かしてるかなと思ってるんですけど、このなんかもう今更、もうモダンも、本当にモダンなのかっていうような、モダンフロントエンドっていう世界が長く続いている中で、なんかいつぐらいまで今って続くんでしょうねっていうのを、これ私、このフロントエンドにか、フロントエンドの本開発を本格的にやってるのが、本当にこうモダン JavaScript 時代に入ったところぐらいからなんで、こう次の、前回のパラダイムシフトをそんなに詳しく知らないっていうところからもあって、古川さんにお聞きしたかったんですけど、これっていつまでモダン JavaScript って続くんですかね？そう、なんか難しいとこですよね。いつまで続くのか。なんか多分、そのいつまでっていうのをきっかりと答えは持ち合わせてないですけど、少なくとも今は、まあ、やっぱり Web アプリケーションの作るっていう時に、まあ、どうしてもやっぱりこの今までの、アプリケーションを作るな、今、あのツールだったりとか、ライブラリとかが、まあ、このまま、使われるっていうのは、まあ、その数年間は使われるんじゃないかなと僕はやっぱり思ったりはしますね。だからその数年スパンだったら多分あんま変わってこないんじゃないかなとかは思いますね。それで言うとやっぱり、数年スパンではなくてやっぱり10年スパンとか20年スパンとかで見たときには、そこはこのまま普通に Web アプリケーションって作ってていいんだっけとか、もしくはなんかその検索エンジンのあり方からもしかしたら AI とかを使って変わってくるかもしれないみたいな流れの中で、俺たちは Web アプリケーションを作る
のが今までのやり方で作るのかとかってなってくると、まあ、違ってくるのかなと。ただまあ言いたいのは、数年間は変わらないとは思いますね。その2、3年から5年ぐらいのスパンで見たときには、まあ、このアプリケーションの作り方っていうのは、そんなに大きくは変わらないんじゃないかなとか思ったりもしてますけどね。ちなみに今のなんか変わらない中でも、こう我々の今の開発って課題感とかってないんですかね？たくさんあるんじゃないですかね、それで言うと。まあ、それこそここにも書いてありますけど、その例えば、まあ、そうですね、まあ、線形の、まあ、ここにも書いてありますけどって言ったんですけど、さっきのところに書いてありましたね、その API の、書いてるやつとかは、今までどうやって書くんだっけっていうののデファクトがあんまりない状態で、まあ、今でもあんまないはないですよね。GraphQL で書くみたいな、自分たちの手元にデータがありませんよっていうときに、まあ、何かしら REST だったり何だったりとかで、値を取ってくるみたいな流れしてますけど、それはまあ、ここ数年前ぐらいまでは、やっぱ GraphQL 全盛で、で、そこからもうちょっと今はなんか、タイプスクリプトによった流れも出てきてますよね。TRPC だったりと TRPC、そうですね。か。あと最近だと ZOD でスキーマ定義書いて、それが、ZODIAS とかで TRPC とかではなくて、普通にオープンな REST の API の中で、そういうそのスキーマを自動生成する仕組みとかも出てきてるんで、そういうのも出てくるってなった時に、やっぱタイプスクリプトとどうインテグレーションを図っていくかみたいなことは、まあ、今の中でもまだこう進化の途上のところでかなって思ったりはしますけど、ただ、まあ、それ以降、ほぼほぼ、案件が落ち着いてくるかもしれないですね。まあ、なんか、割と会社の周りで見てると、大体どれも Next.js、TypeScript ぐらいまでなんとなく一緒で、まあ、そうで Next.js すね。選ばなかった時には Beat を選ぶとかですけど、なんとなくこう作り方がほぼ確一的になってますよね。なんか、もうわちかょっります。と。確率的になってるし、なんかそのビートを選ぶって言っても、なんかその同じ課題を解決するためのハウの部分がちょっと違うねってだけになってきてる感じはあそうりでますすよね。ね。そうですね。いや、まさにその通りで、そうでなんすかね。what は一緒で、ハウだけ変わってるっていうのがもう最近の流れだなと、本当。そうですね。だからそこはまあ、what はほとんど一緒で、how が変わってきていて、how の中での進化として API だったりとか、あとタイプスクリプトどうインテグレートするかとか、なんかもうちょっとこう、高速なビルドシステムがないのかとか、そういうことになってると思うんですけど、その競争が健全に続いているうち、例えばその Beat だったり Next.js だったり、まあもしかしたら Remix とかいろんなところとの競争が健全に続いているうちは、まだ同じような進化が先見に続いていくのかなと思うんですけど、断続的でない進化がいきなりガンって起きるかもしれないみたいなのは、まあ拭えないですけどね。そこに関してはもうわかんないですよね。うち、今の状態では見えてないんで、多分みんそうな。ですね。思います。なんか結構個人的にちょっとこの場で話すのが適切かどうかわかんないんですけど、なんかこう、じゃあ Webpack と Beat の関係だけやったりだとか、そのじゃあ例えばSolid.js 使ってみましたみたいなんて、こう今いるのかなみたいな思ってて、なんかこう、まあもちろんその需要にいる技術を選ぶって重要である一方で、なんか結構こう、みんななんでしょう、暇だから技術選んでる感じが最近あるよなと思っていて。暇だからっていうか、その劇的にキャッチアップしないといけないものがないから、オプションを増やすために技術を選択しているみたいなものって言ってあるのかなと思っていて、ただなんか、フロントエンドエンジニアってこう本分として、やっぱり我々って多分、事業に関わる人間の中で一番ユーザーインターフェースに触れてる人間だと思うんですよね。要は、1日多分8時間ずっと画面見てるの、ユーザーインターフェース見てるのって私たちしかいないっていうところがあると思っていて、なんか、内側のなんかこう、進化が全然ないというか、なんか、どうしてもそれって、なんかそこの話し出すと、こう、ビジネス価値でしょうとか、なんか、いや、それエンジニアが言うことじゃないよねって話になったり、デザイナーの仕事じゃないのみたいな言われたりするかなと思うんですけど、なんか、ユーザーインターフェースの方へのコミットみたいなんて、今結構高めるべきなのかなとは思ってて、私結構今のチームとかだと、やっぱりプロダクトにとって価値のある、そのユーザーインターフェースを作る力みたいなところがかなり鍛えられるチームとして、チーム運営やっていたりする。てか、こう、本当に嬉しいフロントエンドの作り方みたいなのをかなり注力してもらったりするんですけど、なんかそこって、なんかこの技術の時にもう無視しちゃっていいんでしたっけっていうのは結構気になってて、そう、暇だからの技術研鑽より今そっちの方がもしかしたら需要があるのかもなとか思ったりするんですよいや、もね。うおっしゃることは100%同意だし、分かります。すごくよく分かります。っていうのは、
ちょっと前まで、これも、ポテト 4D さんと何回かお話ししてる気もするんですけど、ちょっと前までやっぱりコモディティ化してなかったと思うんですね、フロントエンドは。で、逆に言うと、コモディティ化してきたってなると、専門家みたいな人たちがやることっていうのは、そのコモディティ化していく中で、さらにより尖っていくっていうのが必要で、まあ、その人たちが例えば新しいものに触れたりとかでは必要だとは思うんですけど、大多数の人たちはその別にその最先端のものが必要なわけではなくて、コモディティ化した技術にキャッチアップできて UI を作れればいいんだと思うんですよね。で、そうなってくると、どちらかというとビジネス価値の方に我々は注力するべきっていうのが、まあ、フロントエンドエンジニアの、昔まではそのキャッチアップできることが、その差別化の要因だったけど、それはもう差別化の要因じゃなくなってきて、どちらかというとビジネスに貢献できることが今度は差別化の要因になるかもしれないってなってきているっていうところなのかなと思っていて、そこはもう非常に痛いほどよくわかる。だったら僕はどちらかというと専門家の方にいたので、今まで。で、俺たち業自体はそのままこのままだと、コモディティ化していくってなると、僕らみたいな基本的にいらなくなるとは思うんですよね。なんで、まあ、なるほど。もっと尖っていって、なんか新しいことやりましょうねっていうのを、まあ、出していく人たちとして一定数いていいと思うんですけど、一方で、じゃあビジネス価値はどうなってるんだっていうところに、そろそろこう転換点が来てるのかなっていうのは思います。だからその、今多分おそらく、ポテト 4D さん、LINE のエンジニアリングマネージャーやってるっていうお話ですけど、まあ、プロダクトを作られてる方ですよね、多分、今の話あ、だそうと。ですね。結構なんで、プロダクトの開発チームに、まあ、事業部に結構こう、一緒に、二人三脚いでや、っていうか、そうですよね、感そうですよじ。ね。我々のチームはどちらかというと、こう、イネーブリングチームというんですかね、今風に言うと。どちらかというと、その、だから、フレームワークの使い方だったりとか、ライブラリの使い方とかを、まあ、サポートしてあげて、GraphQL こうやって使うんですよとか、GraphQL でこういう課題があるから、これを事前にこう、潰しておきましょうねとかっていう、いわゆるその、開発のあるべき姿を、こう、健全に保ちながら、事業の成長をこう裏側で支えるみたいな組織なんですけど、この裏側で支えてる人たちが、まあ、もしかしたらコモディティ化によっていらなくなってきたら、そっちの人たちはもしかしたらビジネス側にコミットメントしなきゃいけなくなるかもしれないっていうのはちょっと思っまあ、てますね。だからそのコモディティ化していくっていうのはやっぱりその専門家の知識いらなくなるって話になるかなと思っているんで、まあ、そこはちょっと一個個人的には思っているところです。だからその、ただ、まだそれで言うと、そのさっきの数年のうちはまだコモディティ化しきってはいない状態あ、そうですね。で、だから、まあ、新しいライブラリもまだ、ウグのタケノコのように出てきてたりもするし、タイプスクリプトもまた5、バージョン5に上がってこういう進化あるよとかってなったりするんで、まあ、一定の需要はまだまだあるだろうなとは思うんですけど、まあ、10年スパン、20年スパンとかになってくると、まあ、いるのかいらないのかっていうのはちょっと出てくるだろうなっていう気がしてきますよね。だから、その、花谷さんがおっしゃってた、ビジネスサイドに寄っていかなきゃいけないっていうのは、間違いないとは思います。一つ。はい。ただ、なんかあれですね、こうやって考えてみると、こう二分化されてきたというか、これまでは全員が、いわゆるそのフロントエンドの、フロントエンドオプスって今だと言われる部分を、こう、前提として、そこをやることに価値があって、そこにキャッチアップすることに価値があったっていうところから一点、結構例えばビーツとかも、私の今のその事業部のプロダクトとかでも、新しいものだとビーツ使ったりとかしてるんですけど、なんか要は、使おうと思ったらこれって割と使えちゃうじゃないですか、誰でも。簡単な話で言うと。そうですね。こうかなりこうイージーな形に寄ってきてくれているっていうのもあって、こう使おうと思えば誰でも使えるっていう状況になった中で、じゃあそこのさらにこうそこを詰めていくところのバリューがある人と、なんかはプロダクト目線でこうフロントエンドに携わっていくっていうところっていうのに、バリューを持つ人っていうのに二分化されてきたっていうのが、もしかしたらあるのかもしれないですね。まさにそうだと思いますね。その、統一的にこれまではフロントエンドオプスができるっていうことはただ一つの価値であったのが、それの大部分がコモディティ化されてきてるんで、そのラストワンマイルを突き詰められる人と、そそうことはです別ね。の領域で戦う人っていうので、また別の分かれ道に今立ってるって感じはありそうですね。そうですね。僕も同じ意見ですね。そこに関して言うと。今でさっきの UI の定義だったり、ビジネスの側っていうのはラストワンマイルを埋めてあげていくっていう人で、まあ、一方で、その、まだコモディティ化してきているとはいえ、その、やっぱりまだそんなにじゃあフロントエンドエンジニアが多いのかっていうと多くなかったりとか、で、作りたいものも実際たくさんあったりとかするんで、そういう中での専門家の需要みたいなのは、まあ、まだまだ減ってはいないとは思うんですけどね。例えば、その、まだフロントエンドエンジニアが少ない中で、専門家が導いてあげて、その人たちをある程度書けるようにしてあげるとか、そういうこう価値に関してはまだまだあると思うんですよね。で、この、ま、フロントエンドでリアクトとかに慣れてきてる人が、もうちょっとで増えてくると、まあ、ある程度コモディティ化も済んできてってなるのかなと思うんですけど、
まあもちろん使うだけだったら、なんか2、3ヶ月学べばできちゃうと思うんですけど、プロダクトで2、3ヶ月っていうのは結構長い話なんで、まあ大体がこう、書きながら進めて育成してってやらなきゃいけないので、その時の、推進をしながら育成する役目としての、専門家だったりとか、そういう人があるんじゃないかなっていうのはちょっと思ったりはしますね。ただ一方で、それも組織の構造によりますよね。その、LINE 側だととかだと、多分プロダクトに内製のエンジニアがたくさんいらっしゃって、その人たちがすでにある程度の研鑽知見を溜め込んでるっていう話だとまた変わってくる。我々の組織とかだと、その新しいプロジェクトを作るときに、全くその知らないって人たちも中にはいるっていう状態もある。そういう中でっていうのがありますね。だからそういう意味での、我々はイネーブリングチームとしてはまだそういう提供価値があるけど、まあ一方で、そうではなくて内製のエンジニアがいて、その人たちがある程度研鑽を積んでいてっていう状態からすると、どちらかというとビジネス価値の方にインパクトがあるのか。すごく、なんか、組織課題みたいな話になりましたね。これなんか開発をしながら組織的なところが見えて、かなり私たちが得する話になってきま今したのね。話からちょっと若干、あ、まあでも、無関係じゃないですね。それは、コモディティ化してきてって流れの中でどうあるべきかっていう、キャリアがどうあるべきかって話なんで、そうですですね。おっしゃね。る通りかと思私なんか、あと一側面でやっぱりそういった、なんか結構自営のコミットが高くなると、こう高度な技術をやらないと、要は2週間で、これまで2週間でやってた仕事を1週間でやるためには絶対にキャッチアップしないといけない技術って結構現場でも出てくると思ってますし、なんかこう、その中で新しい技術の研鑽をこう許容されるみたいなのもあるかなとは思うんで、なんかこう、そういうこう、両方が相互に影響するサイクルみたいなのもありそうなんで、なんかあれですね。そうですね。割ビとそっジネちスをモ追デルかって、2と追うと結局2とも追える可能性もありそうな気はしますね。チームの組み方次第ではその通りですね、確かに。すなるみまほせん、どなんな。かかなりいえ、僕は結構楽しい。仕事の話も載っちゃいましたけど。会え、じ場ゃあがで見えすないね。から、会場の様子が見えないので、会場の人たちがそうポカンですね、とちょしっと心配ですが。てじゃあ、次のトピック行こうかなと思います。ありがとうございます。最後ですね、今さっき冒頭で数年単位だと変わらないって話もあったんですけど、技術的な部分がですね。なんかそれとは別に、なんかフロントエンドの概念そのものみたいなのって、なんか変わる瞬間ってどういう時に来るのかなみたいな話を今日はしたいなと思ってて、なんかこれ何も考えずにこの、おそうですね。題設定しちゃったんですけど、なんか古川さんの方で思ってることとかあったりしますか？そうですね。まあ、ちょっとこの話をしようかなと思ってたのが、例えば、僕が新卒で入った時って、フロントエンドなんて概念ありませんでしたっていう状態から入っていて、どちらかというと、こう僕は、まあ、そもそも僕バックエンドだったんで、バックエンドエンジニアだったんですけど、その手前にあるのは、まあ、Java のストラッツって呼ばれているウェブアプリケーションフレームワークで作られた、まあ、今でいう BFF みたいな部分があって、その後ろに僕はバックエンドの API サーバーを作っていてっていう、状態だったんですけど、まあ、やっぱり、その中での、メッセージのやり取りに、まあ、SOAP って呼ばれている XML の企画で作られた、まあ、REST の前にあった Web のインターフェースが、Web の API が使われてたりとか、あとは Java の RMI っていったようなですね、まあ、ちょっとこう、直接リモートプロシジャーコールをするような、まあ、Java のメソッドをインターナルで呼べるようにするための仕組みとかがいろいろあって、今、そういう、こう、スタックがすごく複雑になってきていてっていうところの中で、まあ一回それが崩れるタイミングっていうのを経験したんですよね。それが崩れて、まあ Ruby on Rails とかの、まあ設定より規約でしょみたいな考え方だったりとか、まあシンプルにこう、もうちょっとシンプルにこれでぐらいでいいんじゃないのっていうので、ある程度、まあ、Java っていうのが割と静的な片付け言語でかなりかっちりかっちりしたやつで、で、それに伴ってプロトコルもかっちりかっちりしたんだけど、どちらかというとそのかっちりかっちりしてるやつ、やり方は、あんまりこう、スピーディーに開発をしていこうっていう流れの中ではあんまり採用されにくくて、その中で動的片付け言語で、まあ、すぐ動いて、一人でも開発が進めてられてて、こんなんでいいんじゃないみたいな、いうものがポンって出てきた。で、それによって一回こうガッとこう情勢が変わる瞬間を見たっていうのがあって。で、まあそういうふうに Ruby on Rails とかで書き換わった時に、また Ruby on Rails を中心に今度フロントエンドスタック書き換わられるまでが、まあ、2000年代後半ぐらいに起きた流れですね。で、2010年ぐらいになってきた時には、そこからまた
タイプスクリプト、リアクト、ES モジュールズで、まあ、その、原谷さんが最初におっしゃってたみたいな変化が起きて、ここからまたフロントエンド全盛のスタックに変わっていくっていうのが起きましたと。で、そうすると今度はまた同じような流れにはなってはいて、どちらかというと、関わる人も増えて、作るものも複雑になってってなってきてるから、まあ、片付けできた方がいいよねってことで、静的片付け言語でタイプスクリプト書きましょうというふうになってくるし、静的片付け言語で書きましょうってなったら、その中で プロトコルで API やり取りするときにも、その API のデータの通信は、ある程度型が欲しいと。そうじゃないと、その、綺麗な型の世界で守られて、サジェストでこう補完してコードをかけてっていう、この体験が保てなくなっちゃうんで、そこがちゃんと欲しいですよってなってきて、今また GraphQL とか TRPC とかにまた戻ってきてっていう風になっているというところで、なんか割と、こういう、まあ、よく言われてる、その螺旋とか振り子とか言われてるような話に近いのかなと思っていて、一回こっち側に行ってたものがまた揺り戻してってなってきていると。で、まあ、数年はタイプスクリプトで何でだってかっていうのは変わんないのかなと思っていて、まあ作るものが今みたいにある程度複雑でってなった時にはいいんですけど、そうじゃなくなるタイミングっていうのはもしかしたら来る。そのタイミングが多分劇的に変わる時なのかなと思ったりはします。それ、まあ一つ目の変化がそこかな。それはただ今だと見えてなくて、後になって、あ、これがそうだったんだねってなるようなもの類まあ。で、今だとわかんないですよね。今だと何が変化があるのかっていうのは全然わかんない。これがまず一つ目の変わるときかなと思います。つまり作るものがもうちょっとシンプルで、すごく簡単に作っていいんじゃないのってなったときですかね。で、もう一つの変わるときは、この完全にその俺たちがその気づいてないようなその技術的な革新によって変わるときがあると思っていて、ニーズが変わるときと技術的革新が変わるときとシーズが変わるときの二つがあるんです。技術的革新で変わるときは、いわゆるちょっとここに書いてあるようなチャット GPT とかコパイロットみたいな。その AI の書き味みたいなのがまだわかんないですよ。俺たちもわかんないですけど、それによって、まああこるれかもし程れな度、いっていう。めっちゃコーディングはすごい簡単になると。で、もう、もはやなんか、要件をインプットしたらそれっぽいコンポーネントが出てくるみたいな状態になる可能性もゼロじゃないと思うんで、そうなってくると、まあ間違いなく、開発者はもっと少なくてもいいよねとかなったりする可能性は全然あると思うんで、もうちょっとこう、それを使いこなせる開発者だけで揃えようぜとかなったりとかすると思うんで、そうするとまた開発者の数が絞られていったりとか、そういう変化があったり、もしくは、コパイロット側にうまく、作りたいものを伝えるだけで できるっていう人の方が重宝されたりとか、そういうので概念変わってくるって可能性はありますね。なんか、なんかただ、ですよ今ね、では、まあ、ごめんなさい、ごめんなさい。何とも言えんって感じですかね。まだわかんないです。まだわかんないです。でも今でもコパイロット使うとボタンコンポーネント作って、ボタンドット TSX みたいなの作ったら、なんかあとオンクリック必要でしょとかって、なんか勝手にオンクリック作ってくれたりとか、どうせこんな感じでしょみたいなのなんか大体その関数名入れただけで書いてくれたりとかするんで、なんか7割、8割ぐらいはコパイロットでなんかいけちゃって、あとちょっとだけのところを埋めてあげればいいし、これがまたチャット GPT になると、なんかもう少しすごくて、なんか僕が前に試したことがあるのが、なんだっけ、こう無限スクロールするサンプル書いてくださいって言ったら、そのちゃんとこうオブザーバー、ミューテーションオブザーバーとかでこうちゃんとこのスクロールをこう検知して、スクロールが入ったところまで来たら、その次のやつを取るみたいなコードをちゃんと書いてきて、やばと思ったんですよね。なんか、ほぼほぼ合っとるやんと思って。そのあたりを見て、あ、なんか、あ、もうちょっとで、もしかしたら職がなくなるかもしれんという恐怖すら一瞬感じるぐらいに、あ、こんなこともできんだ、みたいなのはちょっと思いました。まあ、そうですね。そういう、その手の方面からの進化はありそうって思ってますね。なるほど。ただ、あれですよね、結構そのチャット GPT とかも見てる分には、その AI の進化みたいなのが進んだ後でも、結構フロントエンドの概念自体の表層的なそのコーディングであったり、我々の仕事の仕方みたいなのがあるかもしれないですし、結構その揺り戻しみたいなのがあるかもしれないですけど、そうっ結構フすロンね。トエンド開発してる中で、こうなんでしょう、いわゆるバックエンドで言われると、こうドメインモデリングって言われるようなところが多いかなと思うんですけど、なんか事業用の要件をこうコードベースに落とし込むにあたっての考え方みたいなのって、今もうかなりこう我々も慣れてきていますし、こう
結構こう実装する中で、そのさっきの話じゃないですけど、分割取るとかする中で、こう、領域を強く意識することが増えてきてるんで、なんかそういった表層が変わっても、なんか意外とフロントエンドの、要はリアクトを書かなくなっただけで、今の知識ってそんなに無駄にならないよねって感じも、なんか今の感じだとしてるんですけど、どうなんでしょうね。それはもちろんそうなんじゃないですか。その全然その無駄になることは一個もないとは思いますけどね。今学んでることが、例えば別にその僕は jQuery やってましたけど、jQuery を使う機会は減ったけど、いざとなった時に DOM に何が生えててとかっていうこと自ああ、そう体ですね。は別に知っておいて損はないというか、知らないとたまに書けない時もあったりするし、で、なんかその、既存のライブラリーとかももちろんあって、それをうまく使って書くこともできるんですけど、なんかそのシステム要件によっては全然そういうライブラリーに頼れない時もあって、そういう時は結局 CSS だったり JavaScript だったり HTML の生のやつ書かなきゃいけないんで、まあそういうケースはまあこれからいくらでも発生するんじゃないかなとか思ったりはしますよね。話していたら結構そろそろお時間が来てしまったので そうですね。結構フロントエンドについてはもう少し概念変わるときとかの話したいなと思ってたんですけど、なんかもしあれですね、皆さんの質問とかでこういったところは変わると思いますかみたいなのがあったらですね、ぜひぜひ、ポクエル文化祭、アンダースコア A のハッシュタグの方で書いていただけると、私か古川さんが拾って、リプライとかさせていただきますので、ぜひぜひお聞きいただければと思います。というふうな感じで、今回は締めたいなと思いますが、なんか古川さん最後に話したいこととかあったりしますか？いや、非常に楽しないかっですたです。か？会場に入れなくて申し訳ございませんでしたということが一番言いたいです。いえ。はい。また、これ多分定期的にやっていった方がおそらくは、ちゃんと定点観測ができていいのかなと思うので、またやりましょうということで、はい、ありそうがでとすうね。ございます。はい。では、これで本日のトークセッションの方を終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録がまだの方は、お見逃しのないように登録をお願いいたします。